こんばんは。アコライブストリームフォーハーブス始まります。はい、今回ですね、一応その予告もさせていただいている通りなんですけども、ハーブの名前をタイトルにしたオリジナル曲を作りまして、まあ、それを歌いながら、ハーブの解説をするという、はい、おそらく世界初なわけないか。この声優にはですね、成分的に酢酸リナリルとリナロールっていうものが、他の一般的な柑橘類より多く含まれているということもありまして、まあ、それがリフレッシュできたりリラックスさせる、そういった効果をもたらしてくれるという、そういう優れもんです。こちらもそうなんですけれども、ベルガブテンフリーって書いてるもの、フロクマリンフリーとか書いてる精油があるので、それを使って作っていただくと問題なく日中も使えるという、そういうものですね。で、そういうその例えばこの交感神経の高まりによって、例えば眠れなくなるとか、そういった不眠のお悩みとかあるときには、このレモンバームのお茶を飲んでいただくっていうのが効果あったりします。で、飲みやすいですし、癖もないので、他のハーブとのブレンドもすごく相性がいいですね。っていう名前がついてて、百獣の王ライオンをも殺してしまうっていうねえ、なんという名前をつけるんだって感じですよね。そういうハーブがあるみたいですね。で、これ何がいいかというと、リウマチとか関節炎などの疾患に用いられるみたいですね。で、まあ、消炎鎮痛効果が高いハーブみたいです。はい、フィーバーフューです。別名奇跡のアスピリンとも呼ばれています。はい、ですね、フィワフィの中の、主要成分にパルテノリドっていうのがあってって感じですね。これその苦味がお好きだったらこのままいってもいいかもしれないんですけれども、まあ、なんか療薬口に苦しなんでしょうかね、うん、で、これはちょっと私のおすすめブレンドがありまして、このホワイトウィーローっていうやつ、ちょっと木の皮ですね、ホワイトウィーロっていうもの、あとレモングラス、はい、これで There's nothing but body gradually loading with lots of bronzers scratching pristine which is fashion as there is light of your Embrace your heart with lovely lights and sweet to stay. If you are constantly to weather anything, be the breath of peace and promise through our mind. ご存知の方も結構いらっしゃると思うんですけれども、おととしですね、子宮頸部腺がんというものに罹患しまして。一応ですね、手術で無事取り除けたので完治ということにはなっているんですけれども、まあ、その後経過観察ということで、まあ、検査は定期的に受けているという状況なんですよね。やっぱりその日頃の生活習慣ですね、食べ物とかもそうだし、睡眠運動というこういう基本的なところっていうのは本当に大事ですし、あとは精神的なものとかですかね、ストレスとの付き合い方とか、そういったものって本当にやっぱりその自分の体に返ってくるというか、そういうものをすごく痛感することができたので。I wish I could
というわけで、これにてアコライブストリームフォーハーブス終了となります。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、いろいろこの後 SNS でつぶやいたり書いたりすると思いますので、そちらの方もぜひチェックしてください。はい、というわけで本当に皆さん本当にありがとうございました。はい、ではでは、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。